大変嬉しく思っておりますし、市、2町、地元をはじめですね、関係者の皆さん方のこれまでのご尽力に心から敬意を表したいと思います。利活用という点ではまず皆さんで改めてこの水鳥の生息地として国際的な重要な場所と指定されたわけですので、その認識を深めていきたいということで、記念のシンポジウムなどを開催していきたいと思っております。自分たちもその素晴らしさを認識するとともに、また県外へも発信をしていけたらなと思っております。ラムサール条約の登録をされるということを契機としてですね、やっぱり日沼っていうのはすごいんだなということを私ども改めて感じてますし、こういうことをですね、地域の皆さん方にもその価値をしっかりと再認識してもらうそのきっかけにしたいですね、これはね。この貴重な自然遺産をですね、しっかりと維持保全をしながら来庁舎に対してですね、これをしっかりといいところを見ていただくというような、そういう環境づくり、体制づくりをしていきたいと思っています。地元としては喜ばしいことだね、そうですね、いろいろな面で、茨城町の発展につながるんじゃないですかね。日沼は子どもの頃からそう、近くにあったものだったので、それが少しでも知名度が上がっていろんな人に知ってもらえることによって、もっとより良い環境になったら素晴らしいことだと思います。喜ばしいことですよね、有名になったらね、茨城町も発展するんじゃないですか。